はい、それではね、ドラゴンクエスト 11S の続きをやっていこうと思います。今日はこのデルカダール神殿に行って、まあ、レッドオープを探しに行くところですね。もうじゃあ早速、行っちゃいましょう。はい、じゃあこっちか、階段のあったところだね。ここですね、階段登れるのかな。ま、登れるわ。すごいね。ここで降りるの。まあ、今行っちゃいましょう。兵士たちが守ってるんでしょうか。壺があるね、魔法の小瓶。なんかあんま人気はないですね。どうだろう。何があった。おいおい、うん、どういうことだこれは。一体誰がこんなことを、うん、レッドオーブを狙う者が他にいるということですか。ああ死んでんのこれ。すでにこと切れているようだ。この剣をください、武器をください。武器槍とね、うん、もらえへんか。ここはなんかある。特にないんか。何もないね。お前は先進もうじゃ。この像もなんか気になるけど、なんかあんのかな。なんなんでしょうねこれね。先へ進みましょう、うん、兵士の傍らに何やら文字が書いてある。祭壇の前急げ、オーブが危なそうダイイングメッセージですか。魔物ですね。あそこ宝箱あるな。こっちは行けへんの。回り込んでいくの。うん、なんだここは。え、モンスターに乗る。フィールドでキラキラしてるモンスターはバトルで倒すと乗り物を残していきます。モンスターによって様々な能力を使えるようです。おう、この部屋にいるキラキラしたカラクリエッグを倒すと乗ることができます。モンスターの能力を使わないといけないところがあるのかも優しいな、こいつを倒せばいいのね。はい、スキルポイントをね、割り振って若干こう攻撃力が上がったり技を覚えたりしてますね。はい、魔法の小瓶、これ倒すと乗れると。乗った。ジャンプで、この上に、あ、でこういうことね。守りの種、よし。あっちは、あっちもあるね。よし、あれ、よし。優しい帽子作り、優しい帽子作り、羽帽子のレシピ覚えた。こんなに今作った方がいい。まあ、いいか。あ、ここにもあるやん、魔法の聖水。うん、なんかいよいよボス戦だなこれは。じゃあちょっと待って、回復だけしとこう。はい、はい、よし、 OK、 じゃあ行こう。やっぱり予想通り。仕事だぜ。このオーブは
あの方に渡すだけで褒美は思いのままって話だからな。2人で喋ってんのこれ。おい、何の話をしてるんだ。そのオーブは俺がいただくぜ。はい、倒さないかんのか。なんだお前ら、はい、まあいい、ここに来た不運を呪うんだな。2匹イビズビースト。あら、あお、いいじゃないですか、タイミングバッチリ。シャドウアタック行くぞ。よし、あ、ゾーンのまま戦ってもよかったかな。あれか、結構強いですね、これ。で、一発では死なへん、さすがに。ゴミオスってなんだっけ。あ、素早さか。重火いってー。ギラ使おうか。はい、よしよし。神はブーメランなんでね。バギッタ痛い痛い痛い、はい、惜しいんだな。よしよし、うん、ちょっと回復しとこう。ホイミ神がまあ攻撃してくれるでしょう。よし、もういい？なあ、火炎斬りっていうのを使ってみようか。ちょっと強いね。散々素早さ下げられてますけど、まあなんとかなるでしょう。よし、はい、スキルが結構強いですね。ビルビーストたちをやっつけた。レベル上がりそう。やったぜ。よし、あ、カミューも呪文覚えんの。ジバリアってなんですか、わかんないねこれ、連携技火炎陣を覚えた。ほう、よし、今はいい、今はいいです。チッ、手こずらせやがって。しかし、なんだって魔物がオーブを狙ってやがるんだ。うん、どういう役割なんですかね、オーブって。なんだったっけ。まあいいか、やっと手に入った。長かったぜ、うん、諦めかけていたレッドオーブが今はこうして俺の手の中にある。俺は確信したぜ。はい、お前と一緒にいればいつか俺の願いは果たされるとな。その願いは、おっと、願いは何かって質問をなしたぜ。これは俺の問題だからな。さて、やることも全部終わったし、お前のじいさんが言ってた東にあるっていう旅立ちの祠に向かうか。もういいですか、行ってもいいですか。はい、あ、これずっと乗っていけんの、いいね。まあいいか、あの せっかくあれ覚えたんで、リリミットを覚えたんで、じゃあこれ一発で行っちゃいましょう。はい、このまま行くんかな。ルーラーも覚えたいね、早くね。お、出てきました。あー、ロボットは、あれか、ないんか。よし。あ、いや、じゃあ、その、東の祠だったか、旅立ちの祠かに行っちゃいましょう。あー、ここから行けへんのか、馬では。せっかく読んだのに。まあいいか、どっちみち旅の扉で移動しちゃうんだね。ここ？お、なんか敵がいるよ。あれなんだったっけ？端っこ、ん？あー、追っ手が来た。誰だ？将軍？将軍じゃない、強そう、うん、どっちか名前忘れた。見つけたぞ、グレイグね、グレイグ、悪魔の米、はい、くそ、ここまで追ってくるとはな。うん、おお、すごいね。あ、馬がある。おい、逃げるぞ。なんてタイミングのいい、うん、今さっきまで乗ってたのに、ね。
西後。あ、でも祠はすぐそこじゃない。なんだ、ボウガンか。いてえ、あ、落とされた。よし、走れ走れ。おお、拾いに来てくる。今だ、悪魔の子を捕らえろ。捕まれ。さすがにもう捕まらないでしょ。よしよし、紋章の力を使うまでもない。光り出した。あ、違うな、これなんだ、青色か。じいさんからもらった石を出せ。あ、なるほどね、こっちか。今回はこっちを使うと、ここらの扉が開く。お、自動ドアでした。いや、そのままもう馬ごと入りましょう。悪魔の子め、はい、この人もボウガン使う。いて馬がかわいそうだね。走るぞ。はい、まあまあギリギリ間に合うんでしょうね。でこの追っては入れないっていう感じね。ちょうど閉まってくれると。さすが、落としていっちゃったね。鎧がめっちゃ重そうやな、これ。逃がしたか。悪魔の子め、うん、逃がしはせぬ。地の果てまで追いかけてやるからな。次にどこ行くかですよね。でもね、お、旅の扉ワープしました。はい、ふう、なんとか助かったみたいだな。うん、しかし、ここはどこだ。見渡す限り、何にもねえぞ。またちょっと新しいとこに来てしまいましたね。あ、神父さんいる。はい、災いを呼ぶ悪魔の子。称号いっぱいあるね。スライムベスがいます。はい、ホムスビ産地だそうです。はい、神父さんね、いるのはありがたいですね。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。